はいどうもじゅんじゅんです。ということで今回は4月前半の個人的注目デバイス紹介していきたいと思います。ということで今回は今年一個人的に欲しいなって思っちゃったデバイスがですね2つ見つかっておりますので、そちらも紹介していきたいと思います。ということでまずはこちら、個人的に一番注目しているゲーミングマウス ROG のケリス 2S を紹介します。重量は 54g。実は ROG のマウスって 1000Hz の界隈だと応答速度とかがねトップクラスによくて、まあ、今回のこのね新作マウスも速度的にもしかしたら他のメーカーよりも上の可能性があります。まあ、今回初めて ROG から 4000Hz から 8000Hz を出せるマウスが登場するっていうところでね、この速度的に他メーカーを凌駕できるのかっていうところは非常に注目度高いかなと思います。まあ、ちょっとエルゴ形状なんで刺さらない人はいるかもしれないんですけど、速度だけでなくセンサー精度とかも結構ぶっちぎってます。まあ、まず重量が 54g、 無線だと 4000Hz、 有線だと最大で 8000Hz が出るマウスとなってます。まあ、あとはオプティカル光学式のスイッチを採用してるんで、理論上チャタリングが起きないっていうところもポイントですね。そして何よりあのセンサーがですね 42000dpi まで出ます。まあ、一応ここの数値が高ければ高いほどセンサー精度を良くしやすいみたいな、調整しやすいみたいなことよく言われてるんですが、まあロジレーザーとかよりもですねぶっちぎりでここの数値が高いです。あとちょっと面白いのがレシーバーの部分、普通 1000Hz の状態で使おうとするとこのちっちゃいレシーバーなんですけど、このポーリングレートブースターっていうのをですね間にかませることで 4000Hz 出るみたいな仕様になってるらしいです。さらにここにケーブル挿してパソコンの方にこう線を持っていくっていうことも可能になってます。まあ性能とかもかなり期待できますし、使い勝手とかもねなかなか Bluetooth 対応とかでいいので、エルゴ好きの人はぜひぜひこれね、まあ、自分は 100億%買うので、まあ、気になる方はレビューとか見ていっていただければと思います。まあ、でもちょっと値段が高いらしくて、確か160ドル、2万円はほぼ確実に越すというふうに言われてるので、その辺がですねあのお値段がちょっとネックになるかもしれないです。続きまして最近グイグイ来てます G ウルフズ、まあ、かなり軽量のマウスを出してるというところで、プロゲーマーもね最近使ってるようなメーカーですね。そこから今回なんかちょっと変な形のマウスが出ます。名前が HTR8K というところで、まあ、前回の動画でも若干触れたかなと思うんですが、まあなんかポケモンのコクーンみたいな形のマウスが出ます。発売開始が4月の10日からぐらいになってまして、もうすぐですね。で4月の30日までにですね予約というか購入してもらうと、この140ドルとか、プロ版の方が150ドルぐらいで買えるようになってます。30日を過ぎちゃうとこれね170ドルぐらいになって2万円半ばとかになっちゃうので、まあ欲しいなと変なマウスって思った方はですね、30日までに買うのをおすすめします。この変な形のマウス全長が91ミリとか92ミリぐらいとなってまして、まあ、基本的にはつまみ持ち向きのマウスかなとは思います。名前に 8K とある通りポーリングレートは最大で 8000Hz と、でセンサーとかはですね最新のものとなっております。まだこの外枠しか見れないっていうところでね、マウスの見た目がどうなってるのかっていうのは非常に気になるところではあるんですが、まあ、G ウルフスはねこんなちっこいマウスも出していたりするので、ちっちゃいマウスが好きっていう方はですねぜひチェックしてほしいマウスになってます。まあ、前から若干ですねちょっと近いようなこうケツに向かって細くなっていく、でさらに小型みたいなマウス出してたんですけども、まあなんか今回これよりもさらにここがとんがってるんで逆卵型みたいなね、まあ、そういった面白形状気になった方はチェックしてみてください。一応ノーマル版と、プロ版がありますが、プロの方が若干軽いみたいな仕様になってます。続きましてパルサーからパーフェクトエルゴって書いたですねエルゴマウスが発表されました。新形状で X ライト V3 とはなんか違う形状です。傾斜のつき方がちょっと変でこっち側に伸びてるんですよね。傾斜が左利きの人も扱えるようなですねエルゴ形状を発表しました。まあ、エルゴって言ってもこの上の部分はそんなに傾斜がなく、サイドの部分がね、傾きがおかしいみたいな、ちょっと特殊形状のマウスなのかなと思います。パルサーはねちょっと前から X2 アンビっていう左利きでもいけますよみたいなマウスを出していたりもしてるので、まあ、開発者の人に
左利きの人がいるのかもしれないですね。もう左でマウスをいじりたいみたいな方はですね、パルサを応援すると、もしかしたら今後左利き用のマウスバンバン出てくるかもしれないですね。続いて、コスパがバグり散らかしてるマウスを出しまくっておりますダモシャークという中国のメーカーですね。今回開発中のマウスの性能とかサイズをですね、こう一覧で出してくれました。ちょっと前に話題になりだして、すぐにこうサイズ展開しまくっておりますね。今開発中なのがここ2つ、 M3XS とマイクロ、あとは N5 っていうエルゴ形状のマウスと、あと M5 っていうですね、小さマウス、この4つが現在開発中になってます。もうこの辺の XS とかマイクロに関しては、全長がこっち 116mm、 こっちが 105mm っていうところでね、 G Pro よりも2センチちっちゃい、かなりちっちゃいですね。で M5 に至ってはこれつまみ持ち専用のマウスなんで、全長が 92mm となってます。まあ、全てちゃんと 4000Hz 出ますし、センサーも中に積まれている脳みそっていうかチップもですね、最新の G Pro とかに積まれているものと変わらないものになってます。まあ、中の調整云々で応答速度がこっちの方が遅かったりっていうのはあるんですけども、まあ、重量がこの辺ちっちゃいんでね、 40g 台とかね、このチッコマウスに関しては 36g だったりするんで、まあ、おおよそ多分これでね1万円前後かなと思いますので、コスパのいい、そしてサイズちっちゃめのマウスが欲しいみたいな方はですね、ぜひぜひチェックしてみてください。続いて、ロジクールの本社ロジテックがですね、こんな画像をツイートしました。2024年4月の9日っていう文面でキーキャップオンリーをですねツイートしたわけなんですが、果たしてこれが意味するものとは、まあ、今の時期にキーボードを出すのであれば、さすがにねラピッドトリガーなんじゃないかなとは思いますが、まあ、もしかしたら本当にキーキャップだけ販売する可能性も、十分にあります。まあ、果たしてこの画像が意味する意図は何なのかっていうのは非常に気になりますが、もう一発メカニカルが来たらちょっとね大変なことになりそうですね。まあ、ラピトリを出すにしてもねちょっと高そうではあるんですけども、この辺は期待して待ちたいと思います。続いて、今一番欲しいラピッドトリガーキーボードを紹介します。性能もバチクソ高いです。ヘムっていうメーカーのですね、まあ、中国のメーカーなんですけども、こいつの何がいいのかっていうと、まず性能的には 8000Hz 出ます。そしてラピッドトリガーも搭載していて、まあ、この辺のしっかり性能がねちゃんと高いっていうのもあるんですが、それよりもこの配列が神、 60% キーボードではあるんですけども、まずここに矢印キーが入ります。その分シフトとか他のキーが小さくなるんですが、まあ、60% でここが入るっていうのと、スペースバーが3分割できます。まあ、一個一個にスペースとバックスペースとデリートみたいな感じで割り振れたりもするんですけども、3つにこう分割することによって、スペースバーとか、まあ、このねキー一個一個がブレにくくなるんですよ。押し心地が良くなって、ブレにくくなって音も良くなるみたいな、で3つに割り当てられるっていういいことづくしでですね、この配列が噛みすぎて正直今めちゃくちゃ欲しいです。まあ、これ基板だけでなく、購入するとねこのある程度プレートだったりとか、あと吸音材とかもね若干入ってるらしいんですけどもね、これ全部合わせて確か価格が3万円前後ってとこだったかなと思います。ウーティンとほぼほぼ価格としては変わらなかったかなと思うので、っていうコスパもまあ性能を考えれば悪くないっていうところでね、これがね本当に欲しすぎるなというところでご紹介させていただきました。続きまして、 BenQ のスクリーンバーというですね、このモニターライト、これのホワイトというかシルバー版が登場しました。まあ、今中国で出たばっかなので、もうじき日本でも販売されるんじゃないかなとは思いますが、今まで真っ黒オンリーだったんですけども、ちょっとこう白デスクにも合いやすいような白っぽいシルバーっぽいカラーが登場してます。まあ、場所によってはかなり白くて、まあ、バーの部分はちょっとシルバーっぽい感じのカラーリングなのかなと思います。意外とモニターライトで白って少ないので、まあ、BenQが出すしっかりとしたモニターライト、かなり需要はあるんじゃないかなと思います。まあ、でもね、なんかプロ版っていう名前なんで価格は2万円ぐらいしそうではあるんですが、勝手に明るさ調節してくれたりもする結構便利な機能も搭載してるんで、気になる方はスクリーンバープロを楽しみに待っていてもいいんじゃないかなと思います。
続いて不毛布のお店から X-ray パッドのアクアコントロールプロっていうマウスパッドが登場しました。海外でも非常に評価の高いゲーミングマウスパッド、まあ、価格はね8000円と非常に高いんですが、これね公式サイトから取り寄せようとすると8600円ぐらいかかるんですね。なんで公式から買うよりも、まあ、5、600円安く買えます。かなりよくわかんない価格設定になってます。めっちゃお得です。まあ、ハイブリッドマウスパッドというですね、摩耗や湿気に強い素材を使っているマウスパッドで、ちょっと表面はザラザラするんですけども、滑りやすく、ある程度止めも効きやすいみたいなですね、かなり高品質なマウスパッドになってます。まあ、色がかなり特徴的かなと思うので、こういうちょっとカラフルなマウスパッド欲しかったなっていう方はチェックしてみてください。でこいつらも日本に入ってきました。同じく X-ray パッドから登場しているドーナツ型のマウスソール。こんな感じで中央をこうぶち抜けるソールになってるんですけども、実は今自分がねメインマウスに貼ってるのがこのマウスソールです。32個入りでですね、まあおおよそ1000円プラス送料ですね。送料で多分1700円ぐらいいくんじゃないかなとは思うんですが、かなり精度も高く操作のしやすいマウスソールになってます。このジェイドっていう方が 100% PTFE で、オブシディアンっていう方がですね、ちょっと滑りにくいけど耐久力が高いみたいなマウスソールになってます。自分は今ジェイドっていう方を貼ってます。ちょっと直径がね、約1センチほどあるので、貼れるマウス、貼れないマウスがちょっと出てきてしまうんですが、個人的にはこのドーナツ型のソールの操作感がかなり好きなので、ぜひ気になる方は、まあ1000円ちょっとで買えるんで、興味のある方はチェックしてみてください。続きましてデバオタから今ね若干注目されておりますクラムワークスというメーカーのマウスパッドを紹介します。精密操作樹脂製って書いてあるんですけども、このね表面がすごい特殊で、ちょっと集合体恐怖症の人はごめんなさいなんですけど、すごいね表面がこうイガイガしてるのがわかるかなと思います。ちょっとこう表面に樹脂を使ってまして、ハード系のプラスチック系のマウスパッドに近いような、ちょっとね表面がすごい硬いマウスパッドになってます。でなおかつこのイガイガしてることによってセンサーで表面を捉えやすくなってるらしく、センサーの精度が上がるみたいなマウスパッドになってるらしいです。で表面が樹脂っぽいね結構硬い素材なんですけども、その奥に発泡フォームがあるので、スポンジ部分はちょっと柔らかいみたいなですね、滑りはもちろん違うんですけど自然界みたいなマウスパッドになってるらしいです。まあ、今回この 490×420 っていうねサイズ感のマウスパッドが出たので、老戦士の人でもある程度使いやすいかなとは思います。まあ、価格もギリ5000円以下っていうところで、手はねなかなか出しやすいのかなとは思います。ちょっとやっぱこうスピード系のマウスパッド、滑りやすいマウスパッドではあると思うので、まあ、トラッキング系のゲームをやってる方はぜひチェックしてみてください。続きまして、これ最近出たわけじゃないんですけど、最近聞きに行ってわこれおもろってなったイヤホン紹介します。 BQ アイズっていうね結構最近有名になってきてるメーカーさんなんですけど、そこから出てる WIND というイヤホン、これがねちょっと中身が結構特殊で、ダイナミックドライバーっていう、まあ普通のドライバーと骨伝導のドライバーを入れてます。こっちは空気を振動して伝わるんですけど、こっちは耳周りの骨を伝って耳の鼓膜に届くみたいなね、最近ちょっと増えてきてる骨伝導ドライバーなんですが、これ実際に聞いてみるとめちゃめちゃ面白くて、まあ、秋葉原のイヤホンでねスマホにぶっ刺して、で APEX がバロラントの足音鳴らしたんですけど、なんか独特のねこう音場の良さがあって、装着感もかなり良かったんで、個人的にはかなり気になってるっていうか欲しいなって思ってるイヤホンになります。他の骨伝導も使ったんですけど、耳に合わないというか、なんかちょっとイヤホンの筐体がでかく感じるものが多くて、まあ、その中でこいつは自分の耳にベストフィットしてたんで相性いいんかなっていう感じで、まあ、ただ一応ねこの筐体の後ろ側が開放のヘッドホンみたいに開いてるんで若干音漏れします。かなりこの骨伝導ドライバーはね結構いくつか聞いたんですけど、普通のイヤホンとは違ったこう独特な感じの音の表現があります。イヤホン行く機会があればですねぜひ聞いてみてください。まあ、ただこいつですねちょっと価格は高めで、だいたい3万2000円ほどします。安いのだと骨伝導最近1万1000円2000円とかのがあったと思うので、その辺もね機会があれば試したいなとは思ってます。気になる方は骨伝導ドライバーのイヤホン要チェックです。
あとはもうさらっと紹介していきます。ウーティンのキーボードケースですね、 60HE のケースなんですけども、そこに新しくピンクとかが追加されております。まあ、価格は 18,500 円とね、まあ、そこそこ高いんですけども、まあ、これでカラーリングが全部で今のところ6色ですか、真っ黒、コンクリートグレイ、オーシャンブルー、ラベンダーパープル、ジャストホワイト、そしてブロッサムピンクと、まあ、60HE キーボードケース変えたいなという方はチェックしてみてください。あとはこちらレイス e スポーツでですね、最近日本にもこう足を伸ばして販売を行っておりますメーカーさんなんですけども、 75% で 8000Hz 出て、そして KS20U っていうブレが少ないスイッチを採用したキーボードですね、発表しておりました。まあおそらくこれも日本に入ってくるんじゃないでしょうか。キーボードケースはまあ見た通りこうプラスチックというか樹脂製なんですが、もしかしたらガスケットマウント的な構造になってるかもしれないですね。まあ、かなりプラスチックだけどこう中が透けてるんで、こういうラピトリキーボードはなかなか見れないかなと思います。ということで以上、今回も4月前半注目のデバイス紹介させていただきました。まあ、ROG のマウスと、そしてヘムのロングだからルング、あの配列はマジで神ですね。本当に欲しい。まあ、ぜひぜひ気になるデバイスがあれば概要欄に貼っておくのでチェックしてみてください。ということで今日も動画見ていただきありがとうございました。この動画参考になったと思っていただけましたらチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。